Welcome to 初めに覚える1000フレーズ筋トレしながら English 11 to 20。じゃあ早速筋トレしながら英語を口に出していくよ。あなたが彼女と知り合い。Do you know her? 行くよ。寝てくださいね。交互にあげますからね。行くよ。Do you know her? Do you know her? 声出してよ。Do you know her? Do you know her? 右足と左足交互よ。Do you know her? あと5回自分で言って。しっかりお尻に効かせるのよ。OK?Last 1回 OK, great job! そしたら次の move to phrase 行くよ No, I don't know her very well いや、彼女のことはよく知らないなやっていきますよ仰向けになって寝てください膝は90度で上体を起こしていきますよ Ready? No, I don't know her very well 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 頑張って頑張ってあと10回 OK No, I don't know her very well No, I don't know her very well No, I don't know her very well さあ、あと5回だよ頑張って頑張ってあとちょっと Great job! お疲れ様次のフレーズいくよ She likes him because she has a lot in common with him 彼女は彼と共通点が多いから好きなんだよやっていきましょう今度は立ち上がってねさあ、足を交互に出していくからねいくよShe likes him because she has a lot in common with him. She likes him because she has a lot in common with him. She likes him because she has a lot in common with him. 頑張ってしんどいけど声も出すんだよ。これは筋トレだけのためでもなければ英語のためだけでもない。両方を兼ね備えなきゃいけないからです。OK? あとちょっと頑張って。2。1。おー!いた!お疲れ様! Great job!さあ、次のフレーズ。I barely see her, but she's very sweet.彼女はめったに会わないけどめちゃくちゃいい子だよ。やっていきましょう。もうヘロヘロなのかな?頑張ってよ。今度は膝をついたまま腕立て伏せです。いくよ。I barely see her, but she's very sweet. いくよ。頑張ってよ。I barely see her, but she's very sweet. I barely see her, but she's very sweet. I barely see her, but she's very sweet. あと5回いくよ。4。自分でちゃんと声出してよ。聞こえないからってやらないんじゃ絶対伸びないからね。そんなやついらないよ。OK! お疲れ様でした。さあ、休む暇ないよ。今度は次のフレーズ。She sometimes works with us. 彼女は時々一緒に働くんだ。やっていくよ。もうヘロヘロになってるけど今度は脇腹だから頑張ってよ。もうこいつダメじゃん。いくよ。She sometimes works with us. She sometimes works with us.She sometimes works with us. She sometimes works with us. さあ、言える限り言ってってね。もう筋トレはね、10回だけどね、英語はね、言えるんだったらもっといっぱい言ってもいいんだからね。OK! Three more! Three! ちゃんと英語口に出してよ。出なきゃ筋トレだけしても意味ないんだからね。OK! Good job! さあ、じゃあ反対の時のフレーズいくよ。The tennis court on that rooftop is his. あの屋上のテニスコートは彼のなんだ。超金持ちだね。さあ、やっていくよ。反対だから同じ動きね。Ready? 行くよ。The tennis court on the rooftop is his. The tennis court on the rooftop is his. The tennis court on the rooftop is his. Rooftop が屋上だからね。次に屋上って単語も覚えられるんだからよ。やってってよ。あと3、4回いきます。3。英語言ってる ?2。One. Okay. お疲れ様でした。そしたらまた次のフレーズいくからね。Is this your laptop? No, it's Luis's. これはあなたのパソコン?いや、ルイスのだよ。やっていくよ。今度はね、ツイストしていくからね、腹筋ね。交互に肘と膝をくっつけてよ。いくよ。Is this your laptop? No, it's Luis's. Is this your laptop? No, it's Luis's. Is this your laptop? No, it's Luis's. Is this your laptop? No, it's Luis's.Is this your laptop? No, it's Luis's. さあ、頑張って、あと5回自分で言ってみよう。しんどくても声に出す。それだけしんどかったらきっとね、記憶されるから頑張って。ラスト1回。Good job! さあ、次のフレーズは Is this pen John's? このペンはジョンの?ちょっと簡単めいきましょうか。今度は立ち上がってやっていくよ。足を交互にね、後ろに伸ばすやつね、腕つきながらね、いくよ。Is this Ben Jones? 映像見ながらやってみて。Is this Ben Jones? ちょっとハードだから英語が楽だね。Is this Ben Jones? 頑張ってよ。
Is this vengeance? もっと早く言えたら言ってもいいんだよ。こんな感じで。Is this vengeance? Is this vengeance? Is this vengeance? こんな感じでも OK。頑張って。あと4回。3。声出してる？自分に打ち勝たないとダメだよ。OK? ラスト1回。OK、頑張った。Is this bag his or mine? このカバンは彼の私の分かんなくなるときあるよね。そんなときに使えるやつです。さあ、足をね、上げたまま下に手をついていきましょう。Is this bag his or mine? Is 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 this? こんな感じで早く言ってみてね。おお、危ないな。大丈夫か、あいつのバランス感覚。OK、あと4回ちゃんと英語も言ってよ。Is this back his or mine? Is this back his or mine? こんな感じね。言えるだけ言っていきましょう。反対側行くよ。反対の時のフレーズは She likes him because she has a lot in common with him. 復習編でございます。さっき難しかったからね。もう一回行くよ。She likes him because she has a lot in common with him. She likes him because she has a lot in common with him. She likes him because she has a lot in common with him. 言えるだけ言ってよ。さっき練習足りなかったはずだからね。これ長いからね。OK。で、頑張ってバランスも取っていきましょう。体幹も鍛えられるからね。OK。なんか汚いフォームだな。頑張れ頑張れ。ラスト1回。OK。そしたらここからは復習タイムに入るよ。パーフェクト目指してね。カウントしてよ。あなた彼女と知り合い？さあ、英語にしてよ。いや、彼女のことはよく知らないな。英語でなんて言うんだった？彼女は彼と共通点が多いから好きなんだよ。なんて言うんだった？彼女めったに会わないけどめちゃくちゃいい子だよ。なんて言うんだった？彼女は時々一緒に働くんだ。筋トレを思い出すよ。あの屋上のテニスコートは彼のなんだ。さあ次は？これあなたのパソコン？いや、ルイスのだよ。次は？このペンはジョンの？今回、所有物よく聞きますよね。このカバンは彼の？私の？もうわかんなくなっちゃってんだね。酔っ払いの席だね。さあ、How was it? 何点だった？ちゃんと数えて、できてなかった分は後で復習してよ。じゃあ、ここからは、Repeat after me。続いてね。まずは、Do you know her? あなた彼女と知り合い。Repeat after me。Do you know her? Do you know her? Do you know her? OK。次は？No, I don't know her very well. いや、彼女のことはよく知らないな。Repeat after me. No, I don't know her very well. No, I don't know her very well. さあ、次は？彼女は彼と共通点が多いから好きなんだよ。She likes him because she has a lot in common with him. Repeat after me. She likes him because she has a lot in common with him. She likes him because she has a lot in common with him. She likes him because she has a lot in common with him. じゃあ、お次は？I barely see her, but she's very sweet. 彼女めったに会わないけどめちゃくちゃいい子だよ。言ってみよう。I barely see her, but she's very sweet. I barely see her, but she's very sweet. さあ、次のフレーズは She sometimes works with us. 彼女は時々一緒に働くんだ。Repeat after me. She sometimes works with us. She sometimes works with us. 次のフレーズ言ってみよう。The tennis court on that rooftop is his. あの屋上のテニスコートは彼のなんだ。Repeat after me. The tennis court on that rooftop is his. The tennis court on that rooftop is his. さあ、続いて。Is this your laptop? No, it's Lewis's. これあなたのパソコン？いや、ルイスのだよ。Repeat after me. Is this your laptop? No, it's Lewis's. Is this your laptop? No, it's Lewis's.この次行くで。Is this pen Jones? このペンはジョンの？ Repeat after me. Is this pen Jones?Is this Ben Jones? 次のフレーズは Is this bag his or mine? このカバンは彼の？私の？ Repeat after me. Is this bag his or mine? Is this bag his or mine? お疲れ様でした。 You did very, very good job. Good workout. 復習タイムが10点満点だったらこのトレーニングは合格です。そうじゃなかったらちょっと巻き戻してね。最後に英語力を伸ばすためにはっていうところで言うと、今日覚えたフレーズそのまま覚えとくだけじゃなくて、入れ替えて、単語を自分で入れ替えて口に出すということも大切です。初めてそれができるようになって、そのフレーズを習得したということが言えるようになります。 Thank you very much for watching. If you want to keep learning from us, please subscribe.
いいね、チャンネル登録もぜひともよろしくお願いいたします。